カメラシ、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 説明しよう。カメラジとは、神奈川県横浜市保土ケ谷区出身、平成元年生まれ33歳のデジタルクリエイター熊沢幸太郎が普段アップしている動画からはみ出し余談を放談する毎週日曜日21時プレミア公開のネットラジオ風音声メディアである。よく言えた。はい、皆さんこんにちは、熊沢でございます。さあ、本日もカメラジいっぱい喋っていきたいなと思っております。プレミア公開でお付き合いいただいている皆さん、よろしくお願いいたします。アーカイブで、アーカイブじゃないですけども、生放送じゃないんでね、通常公開で、動画をご覧になっている皆さんもぜひ楽しんでいただければと思います。1時間くらい喋っていけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。それでは、8月14日日曜日、カメラジスタートでございます。お盆ですね。はい、お盆なので、まあ皆さんこう、まあコロナのね影響もあって、ご実家に帰られたりとかはされてない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあまあご実家帰られたりとか、まあ長期的な休暇を楽しんでおられる方が多いんじゃないかなと、まあツイッターなんか見ててもね、そんな風に感じてるんですけれども、まあ私熊沢はですね、まあ一応ね、働き方はいわゆる個人事業ですよ、フリーランスですよ。なので別に休みかと言われる休みだし、休みじゃないかと言われる休みじゃないんだろうし、あまりカレンダーにこう左右されるような働き方をしていないので、盆休みだからとか日曜日だからとか、そういうのはあんま関係ないんですよね。で、今週末ですね、今日が日曜なんで、次のね土曜日にね、ミュージックビデオの撮影をするんですよ。うん。で、今ねプリプロの段階でいろいろこうアーティスト側と打ち合わせとか、まあ進めているんです。で、それがね先週の、だから前回のカメラジでなんか今いろいろやってんだよねみたいな話したかと思うんですけど、まあ水曜日だったかなに打ち合わせをしたんですよね。うん。で、ある程度こうロケの候補地とかいろいろこう調べてですね、で、まあその俗にねロケ地っていうねところで、まあ撮影場所ですよ。うん。撮影場所っていうのの、その撮影許可っていうのがあるんですね。うん。まあ必ず誰かの持ち物であるというわけですよ、基本的には。誰かの持ち物である、あるいは誰かが管理をしているっていうのがあるわけじゃないですか。なので、まあ、必ず使いますよっていう申請だったりとか、するわけですよ。許可をもらうっていうことですね。で、まあぶっちゃけて言うと、まあ商業利用なのか、はたまた、まあ、個人利用というか、うん、営業利用というか、うん、まあ例えばですけど、結婚式の前撮りとかさあるじゃないですか。あれって完全に営業写真なんですよね。うん。だからクライアントさんが、まあ、カメラマンにギャラを払って撮ってもらう。で、最終的な作品っていうか、まあ、アウトプットされたものにからもので商売しないですよね。うん。あれ完全に営業写真ですよ。成人式とかもそうだし、入学式とか卒業式とか運動会の写真とか修学旅行の写真とか、あれ最終的にそのじゃあ近所のおばちゃんが、あんたちょっと写真撮ってんでしょっつって、近所で僕が歩いてる時にね、呼び止めてね言われるわけですよ。で、今度うちの孫成人式なんだけど前撮り やってくんないって言われるじゃないですか。そのおばちゃんが僕にお金払うんですよ。ね。写真を撮っていただきました、ギャランティーを。うん。で、そのおばちゃん、その孫の成人式の前撮りの写真でお金稼がないじゃないですか。ね。それを複製して、ね。1枚額装して、ね。なんか、1万円で売りますとかしないじゃないですか。本当にそのおばちゃんが、家に飾ったりとかしたりとか、するわけですよね。うん。それが、まあ、いわゆる営業写真ですよ。
それに対して商業写真っていうのは、まあ、クライアントがその写真をもとにビジネスを展開していくっていうことですよね。なので、まあ、広告とかそうじゃないですか。僕一度ありますけど、あんまり基本的にはね、音楽業界での仕事なんですけど、音楽のつながりでイベントとかをね、こう積極的に海外とかでもフェスとかを打ってるような人が、まあ、バーのオーナーを館内でやってて、館内って横浜の館内でやっていて、でそこでラーメンを提供する、ランチタイムだけラーメンを提供するっていう、まあ、あの企画が去年の頭くらいよねに上がって、でいろいろつながりの中で、じゃあちょっと熊沢紹介するよって言われて、そのオーナーさんと、まあ、あの連絡やり取りして、ちょっとラーメン取ってほしいんだよねっていうことで、仕事でねフードを取るのなんて初めてですよ、その時ね。でなんとなく S1H がいいなと思って S1H 持ってったんですけど、写真撮るために。でまあ撮ったわけですよ。でそれっていうのはやっぱその写真をもとに、こんなラーメンをバーで販売しますよっていうことで、まあインターネット上のね、いわゆるウェブフライヤーとして使ったりとか、まあ、お店でね、あの看板に使ったりとか、まあ、メニューに使ったりとかするわけですよ。でそれをもとにお金を生むわけですよね。で完全に商業写真ですよっていう、まあ違いがあるじゃないですか。でこれ映像も一緒で、ロケする場合っていうのは基本的には誰かが必ず所有している土地である、それからまあ多分管理を委託している可能性もありますけれども、誰かが管理をしているわけなので、撮影をしますっていう許可をしなきゃいけないですね。で大体今ね、どこの都市も、まあ、どこの県都道府県もあのフィルムコミッションっていうね事業があるんですよ。でまあこのフィルムコミッションって どういう概要かっていうと、まあそのまあその映像を撮って町おこしみたいないうのとか、まあ、映像制作者たちがあまりその苦戦しないように、申請許可書のひな形がそこにあの PDF で落ちてたりとか、置いてあったりとか、まあ、こういう例えばロケ地が全部まとまって、例えば横浜市だったら横浜フィルムコミッションっていうのがあるんですけど、横浜市内の、まあ、ロケ地のロケの候補地とかっていうのを一覧してくれてるんですよ。とか利用時間とかもう、なんか例えばじゃあそうだな、横浜市の大池公園ってところがあるんですよ。相鉄線は二俣川駅からすぐ行けるところに、坂登って下っていったらすぐあるんですけど、じゃあ大池公園使いたいよってなったら、大池公園のホームページにまず行きますよね、純粋にパッと考えて。それ以外に根岸の森林公園と使いたいよってなったら、根岸の森林公園のホームページ行くじゃないですか。うん。でそうするとなんか撮影希望の方はこっちにみたいな感じでまたページ移動させられてとかっていうのが結構めんどくさいですよね。それがこう割と一元管理とまではいかないけれども、まあロケ地のその候補一覧みたいなのがバーって出てるんで、じゃあ自然公園って横浜市の中にどれぐらい撮影許可が申請ができる場所があるだろうっていうので、あ大池があるんだ、根岸公園があるんだとか、まあ、そういうのが分かるわけですよ。そういうあとはね、他にもねエキストラの方を探してくれて派遣してくれたりとか、ロケ弁業者を紹介してくれたりとか、まあいろいろこうやってくれるんですよね。うん。でそれでそのなんだろう、この作品に使いましたみたいな感じで資料提供したりとか写真提供したりとかすることで、そのなんだろうな、こういう感じで使ってもらってますとか、まあなんかそういうのができるんですよ。でまあ映画とかテレビドラマとか、そういうのに限らず僕らが扱うようなミュージックビデオの時にも対応してもらえるんですけど、まあ、そういうのでそこに行って、そのフィルムコミッションのホームページに行っていろいろこう問い合わせとかもできるんですよね。だけどまあ今ってそのいわゆる YouTuber って人たちが待ち撮りしたりするじゃないですか。で僕らカメラ好きな人たちも普通にもう街中でスナップとかするじゃないですか。だからその使用範囲によって結構グレーなんですよ。グレーなの。例えば、これ、注意書きの中にあったんですけど、
婚礼写真、最初さっき言ったその前撮りとか婚礼写真とか、まあ、婚礼ムービーとかあるじゃないですか。ああいうのを撮りたいってなったら、横浜市の場合許可は申請して許可をもらわなきゃいけないんだけれども、要はその街中で撮影を行うにあたって、許可をいただいて腕章をつけて撮るっていうことが必要になるんですよ。だけど費用かかんないんですよ、うん、営業だから。ただ許可はちゃんと、取らないといけないっていうね、うん、のがあるんだけど、それが、じゃあ僕がその担当して撮りましたと。で、ロケ地に支払う、費用っていうのは0円です。許可は取りました。撮影を行いました。で、それを、まあ、クライアントであるご夫婦にお渡しして、仕事は完了じゃないですか。で、ここまでは完全に営業なんですよ。なんだけど、それを僕がインスタとか、ツイッターとかで、こんな写真撮りましたっていう宣伝活動に使った時点で、商用利用になるんですよ。グレーなんですよ、めっちゃ超グレーだから。しかも YouTube の場合って、まあ映り込みについて結構言われますけれども、まあちょっと何だろうな、インスタのストーリーとかのノリでさ YouTube 撮ったりするじゃないですか今って。だから結構ね、でも YouTube って考えようによっては商用利用なんですよね。それで金稼いでんでしょってなるから許可取んなよっていうところあるんですけど、結構グレーなんですよ。そう、そこがね難しいんですよね、うん。で、じゃあハウススタジオ、ハウススタジオってあるじゃないですか。で、ハウススタジオの場合ってムービー料金と写真料金が違ったりするんですよ。面白いでしょ。で、これ聞いたことがある話なんですけど、写真料金で入っても大丈夫なんですよね。写真料金で入ってムービー撮っても大丈夫だったりするんですよ。うん。そうで、僕は怖いんで、その要はそのアウトプットされた作品を見て、これうちのスタジオじゃんってなった時にめんどくさいから、もちろんムービー料金を支払うんですけど、一説によるとね、僕らって写真カメラ使ってるじゃないですか。いわゆるミラーレス一眼カメラ、あるいは一眼レフカメラ使ってるじゃないですか。これ写真用のカメラなんですよね。で、そんな大掛かりなものじゃないですよ。クレーン使ったりとかあんましないですよ。だから写真料金で入っても大丈夫だよっていうスタジオもあるんですよ。これがまたグレーでしょ。なんか難しいでしょ。だから線引きが結構曖昧だなと思ってて、まあなんか大変だなって思ったりするんですけどね。そう、それでまあ、ロケ地をこう決めていこうっていう中でね、まあ、いろんなところに問い合わせするわけですよ。そう。で、結構ね、夜使えないとこ多いんですよ。うん。夜も使いたかったんですよ、今回。夜使いたいなって思ってんだけど、やっぱ夜にきちんと、その、使用許可が下りる場所っていうのが、ないんですよ。自己責任でって言われるんですよ。そうで、しかも許可は下ろせないみたいな感じで言われるんですよ。うわ、むずみたいな。そうで、まあいろいろ、まあ、千葉でも探したし、埼玉でも探したし、東京でも横浜とか神奈川でも探したんですけど、夜は厳しいんですよね、うん。で、横浜市内、神奈川県内ではなくて横浜市内で夜使える場所っていうのが山下公園とグランモールなんですよ。うん。山下公園っていうのはまあ皆さんご存知、山下公園ですよ。うん。象の花パークとかさ、大桟橋とか、あそこ、なんだっけ、赤レンガとかの間のあそこの公園ですよ。うん。と、グランモールっていうのは、あそこなんだっけ、クイーンズスクエアから、新高島のジャックモールの方までの間に美術館あるんですよね。うん、その前ですね、うん。あそこは深夜使えるんですよ。あ、ごめんなさい、深夜じゃなくて夜9時までは使えるんですよ。でしかも結構安いんですよね、うん。3時間までの利用なんですけど結構安いんですよ。
そう。ハウススタジオ3時間借りようもんなら、まあ、結構するっすよ、うん、場所によってはね。だけど、まあ、結構ね、まあいい、結構破格なんじゃないかな。ただね、そのフィルムコミッションで紹介してるような、いわゆる、うん、公の場というかね、っていうのは大体その土日祝は使えませんよっていう、人が多いからね、うん、だから平日のみですよみたいな感じではあるんだけど、だからまあまあ、自然を相手にしなきゃいけない撮影とかもあったりするんですよね、ミュージックビデオの場合って。そうなってくるともうなんだろうな、本当になんでしょうね、許可は取らずに山の中でやるとかしかないんですよね。そのどうしても自然が必要な場合、これ結構難しいなと思ってね。で結局今回は土曜日に撮影日を設定してしまったので、もろもろいろんな兼ね合いで、だからそのまあハウススタジオを借りようっていうところになったんですよ。で打ち合わせ、電話でね打ち合わせしながら、アーティスト側とねいろいろこうスタジオを探してたんですけど、まあいっぱいあるんですよスタジオって、調べれば調べるほど。でさ、アーティスト側が俺らがやりますんでって言ってくれたんで任せたんですよ。その何個か候補絞って、まあ撮ってく絵のこうイメージとかお互い共有しながら、じゃちょっと候補絞ってこっちで精査した上で、もう問い合わせから全部やっちゃってもいいですかって言ってくれたんで、じゃあもうちょっとお任せしますっていう感じでやってもらってるんですよ。そしたらさ、連絡返ってこないみたいな感じなんですよ。で盆休みなんじゃねみたいな、マジでみたいな。で通常まあ16日までじゃないですか、盆って13から16みたいな感じなのかな。で今回は11日が祝日だったんだよね確かね、11が祝日だったんだよね多分ね、山の日そうだったから、まあ最長で11日ぐらいから休み取ってる方とか、ワンチャン6日から、8、9、10と休み取って、12休み取って15、16休み、あここは会社が休みでとかで、最長10日間ぐらい休んでる方もまあいらっしゃるのかなと思うんですけど、いやワンチャンさ、その盆休みで連絡返ってこないパターンあるよねみたいな。でそうすると17が盆明けになる可能性があるから、撮影日の超ギリギリでスタジオ決まるみたいな超やべえ状況なんですよ。いや困りますねっていうところです。はい、幸いね僕の場合今抱えてる仕事が別に盆明け納品とかそういうのないので、ないよね、ないはず、うん、盆明け納品ではないんで、そんな、なんだろうな。でしかもまあ手掛け、その着手してるプロジェクト自体は並行して何個かあるんですけど、その間に問い合わせなきゃいけないことっていうのが別にそんなにないし、まああったとしても個人ベースで帰ってくるんで、まあまあ大丈夫だったりするんですよ。基本的にないように盆前には全部済ませたつもりではいるんですけど、一旦ねっていうのがあって、まあそういう慌ただしさはないんですけど、一個、ただ一個ハウススタジオからの連絡が返ってこないというね、ところがあって、まあちょっと攻めあぐねてますよっていうね、そんな、状況でございますけれども、いや困るんだよねお盆休みってね。まあ会社にねお勤めの皆さんからすると、長期で休みを取れる唯一のタイミング、夏の中ではだったりすると思うし、まあご先祖様ね、お墓参り行かれたりとか、あるいはそのご実家に戻ってご家族ご親族と過ごされたりとかね、そういう風に使われる方もいらっしゃると思うので、お盆の休み自体が悪いとかどうこうっていうわけじゃないですけど、せめてね、じゃあホームページ側にまあ盆休みもらってますよ的なことを一筆しといてくれればね、じゃあ17日には確実に連絡返ってくるんだなとかね、わかるじゃないですか。そういうのもないんで、いやー困りますね。はい、まあそういうことですよ。はい、でそのね撮影がね、まあ20日なんですけど、その翌日、8月21日日曜日、ルミックスベース東京、東京は青山にございますルミックスのショールームみたいなところですね、ルミックスベース東京においてですね、ワークショップがありますよと。まあちょっと告知の動画を2回ぐらい
アップさせてもらってまして、ツイッターでもあの可能な限りね告知させていただいてるんですけれども、で一緒にあのやらせていただくのがですね、ガイプロモーションの照山さんなんですよ。で照山さんも最近週末の機材ライブ配信をまた再開されまして、一時ねちょっとお休みなさってたんですよね。でそのライブをまた再開されてまして、ここ 2,3 週間ぐらい再開されてまして、その、ライブ配信の中でもこのワークショップレンズ相談会、ルミックスレンズ相談会について告知をねされてることと思います。僕も全部聞いてますけれどもぜひね、あと1週間切りました。ほんと次の日曜日です。はい、今日14日日曜日でございますけど、次の日曜日が、ルミックスレンズ相談会でございます。でまあ照山さん昨日のライブ配信ね、8月13日のライブ配信、どんなタイトルだったかな、そうルミックスレンズ沼を語りながらの飲み雑談っていうね、タイトルで週末機材雑談ライブっていうのをされてます。リンク貼っておきますので、ぜひまだご覧になってない皆さんぜひ聞いてください。結構ディープな話してますよ。うん、まあそういう状況なんですけど、受付はまだ終わってないよね。もう間もなくですよっていうのはブックさんの方からちょっと聞いてたんですけど、まだね受付、してますので、まあ東京近郊、まあ近県関東にねお住まいの方、別に遠方からいらしていただいても全然構わないんですけれども、まあ終わるのもね15時ぐらいなんで、そっからね帰っていただいてもそんなに次の月曜日に支障のある時間ではないと思うんですけれども、まあスケジュール的にね来れるよっていう方は、まあそのレンズについてお話をする、まあワークショップですよ、セミナーじゃないですからね。うん、本当にそのセミナーみたいに照山さんと僕が一方的にレンズについてバーって喋るっていうよりかは、皆さんとそれぞれが持ってる悩みだったりとかっていうのを共有しながら、それについて照山さんであったり、まあ、僕であったりが持ってるそのなんていうのかな、解決策とか、まあ僕らはこういうケースではこういう風にレンズ選択をしてますよみたいなことだったりとか、まあ照山さんがそのライブ配信の中でおっしゃってたので印象的なのは、その画角の選択みたいなところで、これは前回だった気がする、シグマ FP は原点回帰のカメラなのか飲み雑談っていう、前回の、8月の6日に配信されたライブ配信の中で、シグマ FP を使ってミュージックビデオを取って出して撮られたんですね。カラシュナという女性2人組のユニットの MV がありまして、まあ、それで、カメラはシグマ FP で、レンズが 20mm と 65mm をメインで使ったって言ってたかな。でじゃあその時に、じゃあ 20mm っていう広角の画角と、まあ、65mm っていう、まあ、標準から中望遠ぐらいの間にかけての画角のこう選択をどういう風にしていたかみたいな話をされてたんですよ。で僕は結構その同意できるなというか、分かる分かるっていうところと、言い回し的にああなるほどねっていうところもあって、あそういう印象確かにあるわっていう、でそれを言語化を僕はしてこなかったんですけど、寺山さんされていて、あ確かに確かにっていうところで、じゃあ 20mm と 65mm、 例えばそのこれはねシグマのレンズなのでルミックスのレンズじゃないですけど、じゃあシグマのレンズでその20と80 65を使い分けたその意図、じゃあ 20mm は何をもって20を選択したのか、じゃあ 65mm は何をもって選択したのかっていうところで結構お話しなさってるので、このシグマ FP は原点回帰のカメラなのかっていう配信もぜひまだご覧になってない方はご覧いただきたいんですけども、これもリンク貼っておきます。でそういう話なんですよ。要はレンズってまあいっぱい種類あるじゃないですか。それこそルミックスってS レンズだけで見たら、フルサイズのレンズだけで見たらそんな数少ないんですよ。そんな多くないですよね。でもマイクロフォーサーズの G レンズ
それから、ライカデイジーレンズを全部こうバーって並べるととんでもない数あるんですよ。それがまあ一つマイクロフォーサーズを扱うメリットだと思うんですね。うん。でじゃあ網羅できないじゃないですか。でその中にズームレンズがあって単焦点レンズがあってみたいなところで、でもズームレンズも結局は画角っていうところで考えたら別にそんな難しいことではないんですけれども、でその画角における印象論というかね、うん、じゃあ 50mm って照山さんはどういう印象を、どういう画角だという印象を持っていて、まあ、僕はどういう画角だという印象を持っていて選択してるんだよとか、こういうシチュエーションにおいてはこういう印象を持った画角だから85を選択してるよとか、なんかそういうところもまあお話できたりとか、あるいはその今ちょっとこういうレンズを持っていて次に買うレンズでこれとこれで迷ってますみたいなところで、じゃあ照山さんだったらどっち買いますかとか、僕だったらどっちを選択しますよとか、なんかそういう本当にねみんなでなんかこう共有する場みたいな、で場合によっては多分僕がかなり勉強させていただくこともあると思うんですよ。うん、その来場された方々から学ばせていただくこともあったりすると思うんですね。だからすごくその相互作用で面白くなっていくものだと思うんですね。2時間ぐらいのものになってますけれども、うん、っていうところでまあぜひねご来場いただけたらと思うんですよね。で無料ですから、無料のイベントです。申し込みは必須。ルミックスベース東京の、会員登録は必要なんですけど、無料だし申し込みしていただければ来場いただけるということなんで、ぜひ、あと1週間を切りましたけれども、ぜひね、一緒に楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。はい。で、照山さんもね配信の中で、まあ、こういうレンズあれだよっていう話をちょっとしたんで、僕もちょっとしようかなと思ったんですけど、僕は一応1個ねミュージックビデオの作品を1個持ってって、それを元に使ったレンズ2本っていうのを基本的にはご紹介させていただこうかなと思ってます。はい。で使ったレンズは 10mm25mm それから 25mm50mm ですね。はい。カメラは GH6 だったんですよ。うん。でこれは、GH6 が発売されるにあたって執筆させていただいた、まあ、ブックさんに記事が上がっているので、それもぜひ、改めて、掲載しておきますのでリンクをご覧いただけたらと思うんですけれども、GH6 の先行レビューの記事の中でも書かせていただいて、作品としても公開している、ミュージックビデオです。はい。そうで、まあその1025それから2550バリオズミルックス F1.7 というね、2本のレンズっていうのをまあちょっとご紹介させていただきたいなと思ってます。で詳細についてはぜひワークショップで聞いていただけたらと思うんですけど、このレンズをなんで選択したのかとか、どういうメリットがを感じているのかとか、いろんな部分で、その結構ね、なんだろうな、まあ皆さんがどういう風にそのこのバリオズミルックスっていうレンズめっちゃいいよ、で僕その先行レビュー記事の中に書いたんですけど、この10-25、25-50 と GH6 っていうシステムがもう多分トレンドになるっていう風に、まあ、書かせてもらったんですよ。うん。要はその 10mm25mm っていうのはもうすでにあったレンズで、で、GH5M2 と同時に、発表されたレンズなんですよね。 25-50 っていうのは、うん、比較的新しいレンズなんですよ。でもこれで揃ったよねみたいな感じがしていて、で基本的にはもうこれが GH6 との組み合わせでメインのシステムになるっていう風に僕言い切ったんですよ。言い切りました。で他にもぶっちゃけ、まあ今でこそ広角単焦点ということで 9mmF1.7 ね、ズミルックス出ましたけども、中望遠域には、要はその25-50がカバーできる中望遠域にはパナライカの最速レンズノクチクロン 42.5mmF1.2 っていうのがあるんですよ。でこの描写力はちょっととんでもないことになっているので、本当にじゃあその 10-25、25-50 っていうのがメインシステムになるの？だってノクチがあるじゃんね。でまして今は 9mm っていう選択肢があるんですよ。だから GH6 をレンズキットで買われた方、
バリオエルマリート 12mm60mmF2.8 から4っていうレンズがあるじゃないですか。で僕これで何でも撮れると思ってるんですよ。もちろんね、あの超望遠域は無理ですよ。で超広角域も無理です。うん、 12mm だから換算 24mm なんで、それはさ、714mm とか818mm とかあるじゃないですか。で今 9mm の単焦点、あんなちっちゃいレンズがあるわけですよ。寄れるし、うん。で中望遠側にはノクチクロンがいるんですよ。 F1.2 明るい。で他にも、45mm のマクロとか 42.5 の F1.7 かな、うん、 G レンズねとかもあるんですよ。うん、だけど 10mm25mm と 25mm50mm を押す理由っていうのは僕明確にあるんですよね。何個かポイントが、うん、そう。でそれをまあお話できたらいいかなと思ってるんです実は、うん、そう。まあどこまで話そうかな引きになるくらいで止めておかないといけないんですけど、僕も話したがりなんで喋っちゃうんですけど、動画を撮る人、ルミックスのカメラで動画を撮る人は12-15、25-50を僕がっつりおすすめしたいんですよ。で写真撮る方、写真撮る方だったら僕はノクチおすすめしたいんですよ。これは少しヒントになるかもしれないですね。あ、ならないかな、どうか、どうだろうな、うん。まあこれはぜひ現地で答え合わせしてもらえたらと思うんですけど、明確にこの2つを押したい理由っていうのが実はあるんですね、うん。まあノクチいいよ、ノクチめっちゃいいレンズですよ、うん。で 9mm もめっちゃいいレンズ、うん、だけどっていうところね、うん、っていうところで、まあ、まあお話ししていきたい。まあ高いんだけどね、10、25も25、50も新品で買おうと思ったらまあ30万ずつぐらい必要になってくるんで、でも価値のあるレンズだと僕は思ってます。はい、まあそういうそのレンズのアーダコーダっていうのをまあお話できたらっていうのと、あとちょっと今ね、まあ、照山さんもお借りしてるみたいなんですけど、僕もねちょっとメーカーさんからちょっと今回のそのレンズ相談会とかいろいろあるので、ちょっとレンズをまたお借りしてまして、照山さんは割とこうシステム全体をコンパクトにまとめる方向に振ってらっしゃるか、これね振ってらっしゃる方なんですよ。これは僕が初めて照山さんとお話をさせていただいた、ガイプロモーション YouTube チャンネルガイプロモーションの中で喋りきるレディオっていうね、コンテンツがありまして、音声メディアです。ラジオ配信ですね、ラジオ動画。その中で、GH6 はなぜ受けたのかっていうテーマで対談させていただいたんですよ。で実はそこが照山さんとこう声を交わす、初めましてのところだったんですけれども、でその中で割とこう照山さんはシステム全体をコンパクトにまとめて、いきたいっていうことをおっしゃられていて、僕はそのどちらかっていうとちょっと見えっ張りなところもあるし、基本はフラッグシップだろっていう、カメラはでかくてなんぼだろっていう側の人間なので、あと自信がない、うん、自信がないからカメラとかレンズに助けてもらおうみたいなっていうところもあるんですけど、照山さんぐらいねこうなんていうのかな、じゃ例えば S5 みたいなちっちゃいカメラで 50mm の F1.8 みたいなちっちゃいレンズで、そんなカメラで大丈夫ってこうクライアントさんに言われた時に、まあまあ見とってくださいっていう風に言えたらめちゃくちゃかっこいいなと思うし、それすごい憧れるんですけど、やっぱ自信がなくて、うん、やっぱりこういいカメラいいレンズ、まあ別に S5 が悪いカメラと言ってるわけじゃないんですけれども、よりこういいカメラ、よりいいレンズっていうところで、ちょっと憧れとかロマンを感じているんですね僕はね、現時点では。将来的にどうなるか分かんないですけど、ただ GH6 でやっぱ軽いって正義だなとか思ったりするんですけど、で、今お借りしてるレンズが Spro50mmF1.4、 それから24mm70mmF2.8、 これも Spro です。でちょっともう一回借りたんですけど、Spro70mm200mmF2.8 です。はい、めちゃくちゃ高額なものをちょっと今お借りしてるんで非常に怖いんですけれども、これを今お借りしていろいろ試したりしてます。はい、でこれをね
ちょっといろいろ試してる中で、まあ見えてくるものが結構あるので、まあ、これももしそのエスプロレンズ興味ある方は高いですけど、そこにはこう、なんていうのかな、僕一応 S1H を使っているので、その S1H に組み合わせて使うときに、じゃあどういう描写が出てくるんだろうっていうところについては、まあ、お話がきちんとできるようにまあ触っておきたいなってところがあったので、今お借りさせていただいているという感じなんですよね。うん。でも照山さん、昨日の配信とか前回の配信とかでも、まあ 50mmF1.4 エスプロレンズと、50mmF1.8 の比較とかも実際されていて、やばいっすね。うん、やばいです。とにかくとんでもないなって思いました。 50mmF1.4 は僕量販店で触ったことが一回あるかないかぐらいなんですよ。でもマジででかいっすね。今手元にあるからサイズを比較できるんですけど、フィルター径 77mm なんですよ。フィルター径 77mm の 50mm の F1.4 レンズ見たことあります？僕ないんですよ。僕はね、シグマであるか、シグマとかだとあるか分かんないけど、ちょっとシグマも疎いんでね、僕ね。うん。で、じゃあ、EF レンズではないっす。うん。EF の 50F1.4 ちっちゃいんで、2470と、レンズの長さが、レンズキャップ1個分ぐらいなんですよ。そう。異常にでかいんですよ。ただ、出てくる絵は病気です。うん。一応ライカの光学基準を満たしているレンズがエスプロレンズなんですけど、でかいっす。でかいんだけど、その分価値のあるレンズですね。で、F16 までしか絞れないんだっていう感じです。はい。クリックがあるのが、絞り輪にクリックがあるのが、まあ好きな人好きじゃない人、まあ動画向けで考えると好きじゃないですよね。うん。クリックレスな方がいいんですけど、あ、でなんか照山さんが言ってたね、ズームリングじゃねえわ、50mmF1.4 のこうピントリングが一応そのクラッチフォーカスになってるんで、クラッチを手前に引けば、マニュアルに切り替わるっていう、でクリックを元に戻せば、クリックっていうか、まあ、これね、ズーム、ピントリング自体を元に戻せば、バイワイヤー方式の普通の AF が使えるモードになるんですけど、あ、確かにそうかも。重いというか、初動で引っかかりがある感じは確かにあるかもしれない。ちょっと試してみていいですか、急に。そう、昨日 のその照山さんの配信の中で確かにおっしゃってた。これはね、ちょっとまあ試してないな。よいしょ。皆さんに絵では見せられないですけど、あー確かにね、引っかかりがある感じが。でも、あー微調はしづらいね。無限側からの方、無限側からの方はなんかしやすい。無限側から拙者の方までの回転方向は割と
ピン送りしやすいです。ただ拙者側からの方はちょっとこれ難しいね。ちょっと難しいかもしれない。確かにそうか。ほんとフリンジ出ないよね。本当にフリンジが出ない。本当にいいレンズだなと、思いますけど、確かに、フォーカスリングのそのハード的な動きに関してはちょっと今喋ったような感じがあるかもしれないですね。うん、っていう感じ。70-200は俺そんな感じしなかったんだよな。70-200には感じないですね。うん、まあそんな感じですね。はい。いや、Sプロレンズマジで欲しくなってしまいます。あのお借りして使ってますけど、いや本当にね、金さえあれば買いますねこれね。うん、ちょっとやばいっす。うん、あで今日はね、そのちょっとね、あなんか俺話そうと思ってたことあったの。あそう、最近ね、まあ久々にそのカメラ周りで買い物して、まあ、あの一応動画にもしたんですけど、ジウンのクレンツ S を買ったんですよ。うん、でもともと使ってたジンバルがクレンツ3ラブなんですけど、まだ手元に置いてて、まあ、売りたいなと思ってるんですけどね、まあ、誰かあの使ってくれる人がいれば、お安くお譲りできたらなと思ってるんですけど、まあその久々にねカメラ周りの買い物したんですよ。うん、最近全然してなくて、で、まあ、やっぱその次世代のモーター、第9世代かなんかのモーターとかって言ってるんですよね。で、まあ一応ね、アウトレットで買ったんですけど、新品が届いて、めっちゃ綺麗なんですよ。っていうか、封が開いてなかったんで、異常に綺麗なんですけど、あのね、まだアウトレットセール一応、対象商品はあります。クレーン3、あ、違う、クレーン 2S の、スタンダードパックがまだアウトレット。それから、ウィービル2も、スタンダードパッケージに関しては一応アウトレット品っていうかセール対象品としてホームページにあるので、まあまあこれを機に買いたい人なんかはまあいいんじゃないかなと思ったりしてるんですけど、そう、例えば20万円あるとして、例えばですよ、写真システムをルミックスに乗り換えるのか、あるいは、今まで通り写真はキャノンで撮ろうということで R システムに手を出すのかっていう悩みを最近抱いてるんですよ。中古品を漁れば両方いけるんですよね。うん、例えば S1 とか、まあでもキヤノンの場合はね EOS R になっちゃうんですけど、 R6 は全然値下がりしてないので、で僕はフルサイズ必須です、写真においては。うん、映像に関しては全然マイクロフォーサーズで十分だと感じるケース結構多いので、なんか使い分けの中で GH6 に分があるよねって時もあるんですけど、考えてるんですよそういうことで。今回こうやって S プロレンズを触るといやーっていうね、いいなーっていう。で結局S1H にネイティブで L マウントつけるこの感覚を普段は味わわないわけなんですけど、やっぱネイティブでさマウントを選択できるっていうのはやっぱいいっすよね。うん、困りますね。うん、で結局その S1H に関しても別にコンティニュアスオートフォーカスがなんかべらぼうにへんてこなことになってるかっていうと、まあ僕はそう感じないし、まあ使うケースって僕限られてるしね。うん、
ってなってくると、うん、別にまあきちんと使用できるケース、まあ照山さんも昨日配信の中で確か言ってたと思うんですけど、 S5 でインタビュー撮るときにみたいな、コンティニュアスオートフォーカス使ってるけどみたいな、最近使ってるけど失敗してないみたいな話をなさってたかと思うんですけど、僕もいろんなその AF 設定っていうのをちょっと使ってみたりしていて、これは GH6 に関してもそうですし、 S1H に関しても L マウントのレンズを使わせていただける機会があるときには結構試してるんですけど、なんかそのまあもちろんさ、逆光条件とか、低照度であったりとかであればやっぱ難しいケースってあると思うんですけど、まあ、基本的にきちんと露出が取れてる場所であればそんなにヘンテコな動作をするっていうことはないですよね。うん。し、まあ基本は僕はやっぱマニュアルで撮るし、うん。っていうところがあるので、まあ、今 EF マウントで運用しているからこそ、使えないという状況なんですね。コンティニュアスが。うん。で、L マウントのレンズになれば、使えはするが使わないという選択になるわけですよ。これは結構大きい差だと思うんで、やっぱまあそのちょっと、年末に向けてね、仕事が、まあ、どれぐらいあるかないかとか、儲けがどれぐらい出るか出ないかとか、生活する上で必要なお金プラスアルファでどれぐらい稼げるんだろうとかね、そういうところを精査していかなきゃいけないわけですけれども、まあ、うん、最初の1本で S24105 さえ1本まず持てたら嬉しいなみたいなね、まあ、せめてね、まあ、50と2470ぐらいは手元に置いときたいですよね。うん、まあそんな感じの、考え方をしております、最近はね。はい、そんな感じですよ。うん。あ、でそう、照山さんの話ばっかで大変恐縮なんですけど、昨日のその照山さんの配信の中で、え、照山さん昨日のやつだよね、多分昨日だと思うんですけど、今日ちょっと作業してる最中にまず昨日の照山さんの配信を聞き、またね別の配信聞いてたんですよね。だからもしかしたら昨日のじゃないかもしれないです。そこがもし間違ってたら申し訳ないんですけれども、照山さんがそのプロってなんだみたいなテーマで少しお話をなさってたんですよね。多分昨日の配信で合ってると思うんですけど、俺純粋に聞きたいっす、それ。うん。プロとはみたいな。僕もね、やっぱその、一応ですよ。うん。その、じゃあプロってなんだっていう話になった時に、語源はプロフェッショナルであって、じゃあプロフェッショナルっていう言葉の意味をまあ調べると、要はその職業であったりとか、まあ、なりわいにしているっていうことだったりとか、まあ、そういうふうに言ってるわけなので、その、業種で、お金を稼ぎ飯食ってる人のことをおしなべてプロというわけなんですけど、それはね、だそれは一旦置いといて、それであくまで辞書に訳されてるものなの で、じゃあ必ず辞書の意味通りに言葉が使われてるかって言ったら、まあそんなことないじゃないですか。印象の中でプロだよね、アマだよね、セミプロだよねとかいうふうに言われたりとかね、うん、するわけなんで、じゃあ辞書にはこう書いてあるよねっていうのはあくまで前提条件であって、世の中にじゃあフィットしてるのかっていう、まあこれ法律とかもそうだと思うんですけど、昔定義付けられた言葉が今そのように全く同じように使われているかって言ったら、やっぱ若者言葉等々含めて、話し言葉等々含めて、まあ必ずその通りではないというね、部分があると思うんですよ。じゃあプロってなんだろうっていうことで、照山さんの配信の中で、まあクライアントの意図に対してまあ答えられるか否かみたいなニュアンスのことをまあおっしゃってたんですけど、僕は本当まさにその通りだなと思っていて、
っしゃる通りですっていう感じでね聞いてたんですけど、やっぱそこだと思うんですよ。でそれが偉いか偉くないかっていうところではないと思うんですよね。うん、だからそのよくプロアマ論争みたいなのもあったりして、なんだろうね、でプロは偉そうだみたいな、あのなんか誰かの動画でなんか要はその初心者向けっていうテーマでなんか動画編集のことだったかなんだかでまあ喋ってたんですよ。でその方がいわゆるそのプロなのかアマチュアなのか、それで金を稼いでるのか稼いでないのかっていうのはそのバックボーンの部分は一切わからないんですけど、コメント欄でなんか すごい上から目線ですねみたいな感じのコメントがあったんですよ。上から目線とはなんだって、動画見てもねそんな上から目線な感じしなかったんですよね。でまあ完全に被害妄想だろうと僕は思ったんですけど、だから結局そのプロが上でアマが下であるっていう考え方がどこか抜けないから、まあ、そういう話になるんであって、それで言ったら僕がまあ動画上げてるじゃないですか普段、めっちゃ上から目線ですよそれで言ったら。うん、僕ハキハキし喋るし、いらぬ知識というかところまで掘り下げていくし、時にそのそもそも初心者向けに話してなかったりもするから何言ってるか分かんないっていうのもあったりとかね、うん、まあ上から目線に感じることもあるだろうなと思いました。その動画ちょっとどなたの動画だったか忘れちゃったんですけど、そう、うん、だからその序列っていうのはあくまで優劣ではなくて、まあ優劣っていうか、例えばじゃあその照山さんのお言葉を借りるんだとすれば、リスクヘッジがより上手なのはどっちだろうね、もしまあプロの方が上手だろうねみたいなこととかね、うん、失敗ができないからこそ例えばダブルバックアップしておくんだよねとか、データが消えたら困るからとか、なんだろう、例えばですけど、まあ大三元っていうレンズがあるじゃないですか、16357470700っていうね。でその現場で何を求められるかっていうのがまあ不確定な部分もあると思うんで、じゃあレンズ選択っていうところでなんだろうな、クライアントのニーズに応えるためにそもそもで保有しているレンズラインナップがこうであるとかね。でもアマチュアの方はクライアントに対しての責任を果たす必要はない、自分が撮りたいものが撮れればいいから、例えば僕はもう50が好きだから50しか持ってませんとかもありじゃないですか。うん、ありですよね。そうで、じゃあクライアントがもっとダイナミックな絵が撮りたい、欲しいんですって言った時に、じゃあダイナミックっていう言葉を聞いたら何を考えるかっていうと、まあ、広角側かなって思うんですよ。でも50で別にダイナミックな絵っていうのも撮れなくはないですよ、もちろん考え方とか使い方によっては。でもやっぱ俗にダイナミックだよねってやっぱ思えるのは角度をつけた広角域だと思うんですよ。そこに対してのじゃあ責任を果たさなければならないというかね、っていうところに関してどっちの方がいいだろうねっていうことになってくれば、まあプロの方に軍配が上がるかもしれませんけれど、じゃあそれがクリエイティビティマックスの作品になるか否かっていうところに関してはまた別の話になるし、いわゆるアマチュアの方の方がそこの追求はまあしやすいかも分かんないですよね、っていうかしやすいと思います。うん、羨ましいですもん、いいなーって、俺も撮りたいなーって思うんですよね。だからいわゆるその平均点叩くのが上手とかっていうのはまあプロの方が優位に立つケースも多いかもしれないですけど、まあ要はその三振かホームランかみたいなことでもいいわけですよ。アマチュアの方は自分が撮りたいものを自分が表現したい形で、自分が切り取りたい画角でとにかく撮っていく、作っていく、紡いでいくっていうことができさえすればそこに心血注げることの方が重要だと思うんで、そう、そこはねやっぱありますよね。でまあ照山さんがね
どなたかと対談してくださるってことなんで、そのコンテンツを待ちたいですね。そうですよ、あのね、大事なんです。後輩たちにとっては諸先輩のそういうお話ってすごく需要がある、あるんですよ。うん、よくそのなんだろうね、照山さんなんかはすごくこう映像業界の未来のこととかをすごくこう考えてらっしゃる方なので、これからの若いユーザーがっていうことをね、二言目には話してくださるような、こう我々後輩たちからするとすごくいい先輩だなと感じるケースがすごく多いんですけど、まあそういうふうに考えてくださってるところも加味した上で、やっぱね、その諸先輩のそういう苦労話とか、プロとはみたいなとこだったりとか、じゃあどういう風に、過ごしてきたんだろうとかね、そういうところもね結構僕重要だと思うんですよね。うん、まあそれが今年の VGT の中では結構たくさんありましたけれども、まあだから僕なんかはなんだかんだで飯食えるようになってからは5年ぐらいしか経ってないんで、5年、うん、5年ぐらいしか経ってないので、まだまだねやっぱ経歴で言ったら若手なんですよ。うん、年齢でこそ33で、なんとかギリギリ平成生まれで、平成元年の生まれで、まあ年齢で言うともっと若い子たちっていっぱいいるじゃないですか、20代前半の子たちとか。うん、なんですけど、まあだから割とこう遅咲きというか、割とスタートアップ自体は遅かった側の人間だと思うんですけど、だからこう割と必死になって知らないことはどんどん取り入れるようにしてたりとかね、まあするんですけれども、うん、やっぱその諸先輩のそういうところってめちゃくちゃ気になるんですよね。うん、だから対談待ってまーすそうそう、めちゃくちゃ気になりますからね。で、個人的に掘り下げたいですもんね。照山さんってその最初はなんでカメラを始めたのかとかね、うん、どういう経緯があってこうなったんですかとか、もうほんと個人的興味で聞きたいですもんね。うん、っていうのはまあ個人的にあるので、まあ、21日にいっぱい聞こうかなと思い、レンズ相談会そっちのけで聞こうかななんてね思ったりしながらね、さすがにそっちのけにすることはできませんから、レンズの話はたくさんさせてもらおうかなと思ったりはしてますけどね。はい、いやー来週忙しいな。あ、そういえばそう、チャンネル登録者数がですね1400人を突破いたしました。皆さんありがとうございます。最近ちょっとやっぱその忙しくはないんですけど暇でもないんで、なんかそこそこにちゃんと予定があるので、まあ、動画もね、前回のカメラ時から4本しか上げてないですよ。うん、4本しか上げれてなくて、まあ、偉そうにねミュージックビデオのアーダコーダーみたいなことをお話しさせてもらってますけど、まあそこそこな感じで、なんか日々いろんなことに追われてて、チャンネル登録者数全然気にかけられてなかったんですけど、今1430人ですって。すごいね、 YouTube すごいね。これからもね頑張っていきたいなと思いますけれども、結局さ、なんでしょうね、人に見ていただくっていう状況にあるわけじゃないですか。で、まあ一応顔も出してますし、まあ今回のワークショップもそうですし、まあ、VGT みたいな形の時に一応まあセミナーとまでは言わないですけれども、まあまあお話をさし、皆さんの前でお話をさせていただいたりとか、別に芸能人でもなければタレントでもないし、まあ昔自分が思い描いていた、まあミュージシャンとして、人様よりもね高いところで光を浴びて歌うっていう、そういう形ではないですけれども、まあ一応その芸能人でもタレントでもないけれども、まあ公人ではありますよね。うん、人前に立って、矢面に立って、まあ、皆さんに対して何かお話ししたりとか、皆さんと一緒にディスカッションしたりとか、する中で、まあ一応公人だと思うんですよ。うん、顔も出してるしね。で、まあ公人としてやっぱその
まあ認知度みたいなこととかさ、まあ、まあ最近だとそのインフルエンサーっていう言葉がありますから、まあ、拡散力とか影響力とか、まあ、求心力とか、まあ、そういう力があったりするわけじゃないですか。で、まあ僕は第一優先はそこじゃないんですけれども、まあでも知ってか知らずかね、やっぱりこういうふうにこうお話をする中で、それを、YouTube というプラットフォームを通して皆さんにこう投げかけて、でそれに対して皆さんがまた何か反応してくださってっていうことを知ってか知らずか、どん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 積み上がってきてしまうので、いや嬉しいことですよ、すごく嬉しいことだけれども、知ってか知らずか積み上がっていくじゃないですか。だからなんでしょうね、よく思われたいとかそういうことはまあ一旦抜きにして、それでもやっぱりやっぱ無責任なことは言えないよねっていうのはすごくあって、まあその責任を持って発信してそれが間違っているとか、間違った認識である、言い間違いをしてしまったとか、そういうことに対してはやっぱね修正する必要があると思うし、まあ何が言いたいかっていうと、真摯にやろうっていうことなんですよ真摯に向き合おうっていうことなんですよね。まあ、勝って兜の尾を締めるではないですけれども、まあこういうふうにね、チャンネル登録者数って、こうどん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 こう積み上がっていくものじゃないですか。これはツイッターとかインスタのフォロワーとかもそうなんですけれども、で関わらせていただく方が、以前に比べて増えましたし、それはまあ企業さんも含めて増えたりしている中で、ああ責任持って生きていかないとなっていうねいうふうにね感じるわけですよ。で幸いなことにこういう YouTube とか Twitter インスタっていうところで、数字がどんどん重なっていくもんですから、そのさっき言った勝って兜の尾を締めるではないですけども、見られてるぞと、いうことをねこう肝に銘じてね生きていかないといけないなというね、いうところで話を締めておこうかな。1時間経ちましたね、あっという間にね。多分これをプレミア公開している時には僕、宝缶チューハイの焼酎ハイボールを飲んでると思います。はい、立石ね、葛飾区は立石という町がありますけど、皆さんご存知ですか。僕今のところに住む前の前の前の前くらいに立石ってところに住んでたんですよ。まあ、住所でいうと東立石っていうところなんですけど、まあ、立石割とこうせんべろで有名な、まあのんべ横丁とかがねあったりとかする、非常にこう飲み屋が多い、下町なんですけれども、そこに内田っていう店があってね、そこの缶チューハイなんですよ今日買ったのが。内田の梅割り焼酎ハイボール、そうハイボールといえば、いわゆるその角ハイというかね、ウイスキーのソーダ割りっていうのがまあ今だと有名な、ハイボールといえば、ウイスキーのソーダ割りだと思うんですけど、やっぱハイボール、僕はハイボールって聞くと焼酎ハイボールなんですよ。そうで、まあ今日ちょっとそれを買って、あとね今流行ってるアサヒの生ジョッキ、ジョッキ生だっけ、を、まあ、買ったんで、まあ、多分このプレミア公開、中には飲みながら、多分コメントで参加してると思いますよ。はい、暑いからねお酒が美味しいですけど、まあちょっとね来週次回のカメラジまでは結構忙しいんじゃないですか。まあ、MV 撮ったりとかワークショップやったりとかして、おそらくカメラジ撮って公開するっていう感じになりそうなので、まあ、感想戦みたいなの含めて、まあ、お話できたらなと次回のカメラジでは思ってます。はい、まあ暑いですから台風も過ぎ去ってまた暑くなるでしょうから、残暑に泣かされるんじゃないですか。9月も暑いんじゃないですか。まだね8月が折り返すよ折り返さないよぐらいのタイミングなので、まだ2週間しか経ってませんからね。でももう2週間ですからね、困ったもんでございますけれども、皆さんくれぐれも体調に気をつけて、熱中症とかね、脱水症状にはくれぐれもお気をつけください。僕も、屋外での撮影っていうのもあったりしますけれどもね、暑さには強いとは思っておりますが、しっかり水分補給して頑張りたいなと、
思っております。はい、ということで本日もお付き合いありがとうございました。また次回のカメラジでお会いしましょう。熊澤でした。ありがとうございました。